はい、皆さんおはようございます。今日はキリストを宿すというテーマでお話をしたいと思います。コロサイの信徒への手紙のシリーズでありますが、今日は3章の16節、コロサイの信徒への手紙の3章16節からお話をしたいと思いますが、順番にいくと、先週は14節のお話をしたので本当は15節なんですけれども、実は5月の昇天者記念礼拝の時にこの14節の15節のお話をしておりますので、今日は16節中心にお話をしたいと思いますが、15節からお読みしたいと思います。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。コロサイの信徒への手紙3章16節ですね。3章16節というと結構有名なことが多いんですね。もちろんヨハネの福音書の3章の16節は一番有名ですけれども、他にも、今日は何もすることがなくて暇だなと思うときに新約聖書の3章の16節だとずっと読んでみると、意外に有名な言葉が多いなということに気づかれると思います。もちろんこの章だの節だのっていうのは聖書の霊感とは全く関係ないもので、聖書を出版するときにつけたものですから、何の意味もないんですけれども、不思議に3章16節、エペソの3章の16節もそうだし有名な言葉が多いですね。この際の3の16も、皆様ご存知の言葉でありますが、キリストの言葉をがあなた方のうちに豊かに宿るようにしなさいというこのパウロの勧めなんですね。コロサイのずっと今年はコロサイの書のお話ししておりますけれども、3章、後半部に入りましてより実践的な教えが始まっているわけですけれども、その中でキリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさいっていうのが、パウロの勧めなわけですが、ここで言われているキリストの言葉って、訳されている、キリストの言葉とは一体何のことでしょうか。皆さんはこれをどう理解してこられたでしょうか。キリストの言葉、おそらくはキリストの言葉といえばイエス様がおっしゃった言葉のことじゃないかと、あるいはもう少し広げて例えば福音書言葉であるとか、さらに広げて、聖書全体の言葉っていうふうに捉えておられるんじゃないかなと思いますが、実はパウロはキリストの言葉を実際に聞いてないんですね。パウロはキリストと出会ってないわけです。あるいはどっかであったかもしれませんが、でも聖書にはその記述はありません。パウロが最初に登場するのはご存知 の、 あのステファノの石打ちの虐殺ですね、あの時ですから、それでもイエス様は十字架にかけられたあの裁判の席にもしかしたらいたかもしれない、分かりませんけれども、パウロは直接イエス様から教えを受けたわけではありません。むしろ敵側の人ですからね、ファリサイ派ですし。さらにはパウロの手紙の中にはキリストの言葉が引用されてないんです。不思議なぐらい出てこないんです。パウロはキリストの十字架、死と復活っていうその出来事については、その出来事として捉えて、それがどういう意味を持っているか、そしてその後のキリストが私たちにとってどういう意味を持っているかということについては語っているんですけれども、
この地上を歩まれたイエス様の語られた言葉、イエス様はああ言われましたとか、ああいう言葉がありましたっていうようなのは、ね、出てこないんですね。不思議なぐらいないんです。じゃあパウロは知らなかったんでしょうか。そんなことはないですね。パウロは、あのダマスコ門外で、光を浴びてですね、まあ、あの時にイエス様から言われた言葉はもちろん記してますけれども、あの後目が見えなくなり、また目が開いて、その後すぐにエルサレムに行って、ペトロたち弟子たちと交わるようになっている。だから弟子たちを通してイエス様のお話、イエス様の言葉をたくさん聞いてるはずなんですよ。でも彼はそれを自分の手紙に盛り込んでないんです。これはちょっとした不思議なんですね。おそらくこれは、考えられることは、パウロという方は非常に何というか、今でいうところの科学的というかですね、ある意味非常に厳密なところがあって、直接彼が聞いてないこのイエス様の言葉を彼は要するにまた聞きで引用するっていうことをしたくなかったんじゃないかと思います。イエス様はああ言われたましたよねって言えないわけですから、ああ言われたとヨハネは言ってましたよねみたいなことになるわけですから、どうも彼はそれをしたくなかったんじゃないかな。でもここではキリストの言葉があなた方のうちに宿るようにって言ってるんですね。となると、まあ、この後もじゃあどうやったら宿るようになるかっていう話をしてるわけですけれども、互いに教え合い、諭し合い、また賛美を歌うっていうことを言ってるんですけども、そういうことから考えても、パウロはここで言ってる言葉って訳されてる、これギリシャ語のロゴスなんですね。皆さんもよくご存知のギリシャ語の中では最もおそらく有名なアガペの次ぐらいに有名なロゴスなんですけども、ロゴスというとヨハネによる福音書の一章ですね、ヨハネが、エンアルケエンホロゴスといってですね、その始まりにロゴスがあったって言ってるんですね。でこれをこのロゴスっていうのはイエス・キリストのまだ受肉される前のキリストの存在のことを表しているんですけれども、そのヨハネの一章が意味し用いているその用い方、ロゴスという言葉の用い方は決して単なる言葉とか文章とか単語とかということじゃなくて、知恵とか思想とか、あるいは人格とか、そういう意味なんですね。だからここでパウロが言っているロゴス・トゥ・クリストゥですけれども、キリストのロゴス、キリストのロゴスを宿しなさいって言っているのは、決してキリストの言われた発言を覚えなさいとか、たくさんお家に貼りなさいとかっていうことじゃなくて、イエス・キリストご自身があなた方の中に、あるいは教会に豊かに臨在されるというか、 あたかもそこにイエス様がおられるかのように、そのキリストの存在がよりリアルに、より強く、よりはっきりと現れるようにしなさいと言ってるんじゃないかと思います。ほとんどの仲介者はそう言っておりませんが世界的に有名な聖書学者を敵に回して私はそう言ってるんですね、ただですね、この後そのさっきも言いましたが、知恵を尽くして互いに教え合いなさい、諭し合いなさい、そうすることでキリストの言葉が豊かに宿ると言ってるんですね。互いに教えたり諭したりすることでキリストの言葉を豊かに宿らせるっていうと、なんか暗唱聖句大会しなさいみたいな感じになるんですね。それならまだいいんですが、賛美を歌いなさいと言ってるんですね。最後にも後半にお話しますけども、賛美を歌うことでキリストの言葉を豊かに済ませなさい、これなんかキリストの言葉を歌にして歌いなさいみたいな意味になるじゃないですか。おそらくそうじゃないと思うんです。もちろんこの全体の文脈からしても、パウロの一番大好きな表現エンクリストですね、キリストのうちに、キリストに結ばれて、キリストに包まれてっていうその表現とも深く関わっていると思うんですが、キリストが豊かに臨在される、あなた方のうちに、そしてあなた方の教会に、それを彼は進めているんだと思うんですね。
まあ、豊かにというのはまるでそこにおられるかのようにっていう意味になるんじゃないかなと思います。であなた方のうちにって言ってますけど、それはあなた方一人一人のっていうことと同時に、その教会全体のっていう意味ですね。でどうやってキリストを宿すかっていうことなんですけれども、まずそれは知恵を尽くして互いに教え諭し合いなさいって言うんですね。知恵を尽くして互いに教え互いに諭し合いなさい、互いに教え合うことが大切だと。信仰は一人で、持てるものではないと、もう口を酸っぱくして言っておりますけれども、もちろん一人で祈って一人で聖書を読むことも素晴らしいことですが、それだけじゃなくてやっぱり一緒に学び合いなさいと、二人でも三人でも私の名において集まるところに私もそこにいるんだとイエス様おっしゃったじゃないですか。これはやはりねとても大切なことなんですね。キリストを豊かに宿すためにはやはり共に学び合うことが大切だ。一人でも学べるものですけれども、しかし教え合う、分かち合う、そのことによってよりそのキリストの臨在が豊かになる。互いに行うために教会があるわけですから、そのために神様は教会を作られてるわけですね。そうじゃなかったら教会なんかいらないんですから。みんな一人ずつイエス様を信じて救われて、ね、バラバラに信仰を持ちゃいいわけですから、天国で あなたもクリスチャンだったのって隣にいたけどみたいなことがねあってもいいわけですけど、そうじゃないわけですから。めんどくさいです教会なんてね。めんどくさいでしょ、ね、もちろん素敵なとこですよ。でもいつもお話しておりますように家族ですからうまくいかないんですよ。家族じゃうまくいかないもんですから、家族ってめんどくさいでしょ、ね、そうでしょ。いやもう私は家族ほど素晴らしいものはないと思います。一生この家族で、しがみついていたいですみたいな人はちょっと病気ですわ、ね、だいたいそうじゃないんだ、ね、大体もうめんどくさいもんなんです。でも神様が作られたシステムなんですこれはね。で互いに教え合う、それだけじゃない、互いに諭し合いなさいと言ってるんですよ。諭せと言ってるんですから、あんたそれおかしいじゃないかと、ね、間違ってると思うところはお互いにそれを諭し合う必要がある、そういうことができるのは教会ですよね。だ教会とあんまり関わりたくないなっていう人は諭されたくないんです。諭されるのが怖い。でもそういうところに当然キリストは宿らないんですよ。そこにキリストは臨在しないんですよ。キリストの豊かさに預からないと言ってもいいでしょうかね。満ち満ちた豊かさって言葉はねパウロは好きですけれども、もうキリストの豊かさっていうのは満ち満ちていて私たちの人生を最も豊かにするんだと。金や娯楽や芸術が私たちを豊かにするんじゃない、キリストが私たちを豊かにする、その満ち満ちた豊かさに預かるために互いに教え合い互いに諭し合いなさいと言ってるんですね。でも知恵を尽くしなさいと言ってます。知恵を尽くしてということですから、思ったことを好きにはいいってもんじゃないんですよ。知恵を尽くして、ね、与えられた知恵を尽くして、まあ、あらゆる知恵を総動員して、大した知恵じゃないかもしれないけれども互いに教え合い分かち合い諭し合うことによってそこにキリストが宿ってくださると言ってるんですね。もう一つは賛美なんですね。詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。でこれはあの今の16節をですね、そのもちろんちゃんとギリシャ語を文法的に見ると宿しなさいっていう命令があって、その命令を実行するために教え合いなさい、諭し合いなさい、そして賛美しなさいって、この2つの分子がついてくるんですね。だからやっぱりこれ宿すっていうことが一番重要なこと、宿すために賛美しなさいって言うんです、ね、これはもうある意味自明の理というか分かりきったことですけれども、詩編の22編の3編ですね、3節、あなたは聖であられイスラエルの賛美を住まいとしておられますという、これは新改訳の方ですけれどもね、新教大学ちょっとニュアンスが違った訳になっておりますけれども、まあ、この新改訳で覚えていらっしゃる方も多いんじゃないと思いますが、イスラエルの賛美を住まいとしておられる、神様は聖なる方だけれども、この俗なる極悪非道の私たちの場所においでくださる、それは賛美を捧げている時、賛美はこの私たちを神の臨在する場所に変えるものなんだと、ものすごい浄化作用があるということですね。
すごいですね、賛美は。教会は最初から賛美のために集まってたようなもんなんです。実はもともと教会っていうのはユダヤ教の教会、ユダヤ教のシナゴグですね、その習慣がそのまま、受け継がれてるんです。礼拝の順序なんかも実は私たち何気なくやってるようですけれども、ユダヤ教の教会とそんなに変わってません。賛美がたくさん歌われ、御言葉が読まれ、お話がされてです。ただユダヤ教の教会とキリスト教の、このプロテスタントの教会の違いはですね、ユダヤ教の教会では説教じゃなくて問答なんですね。議論なんです。私にその技量がないのでやらないだけなんですけど、ユダヤの教会では誰かがお話をしてそれに対して意見が多いんです。それ僕は違うと思いますと、私は先生の言ってること、いやあなたの言ってることは反対ですと、いやそれはどうしてですか、いやここにそう書いてあるじゃないですか、いやいや俺はこう思うみたいなことを2時間も3時間もやるんですね。結構忍耐力がいます。さらっと聞いてる方が楽です。楽だからやってるわけじゃないですけども、ただですね、賛美というものはね変わってないんですね。ユダヤ教の教会もそのまま教会はその伝統を受け継いで、使徒の2章の47節に教会が誕生した直後の話ですけれども、神を賛美していたので民衆全体から声を寄せられたと書いてあるんですね。これは初代教会、最初にイエス・キリストを信じている人たちの集まり、そうでない人たちがたくさんいたわけですよ。ユダヤ人たちがなんだ変な奴らだな、イエス、ナザレのイエスはキリストだ、救い主だ、メシアだ、復活しただなんか言ってる変な奴だなと思ったけども、賛美してるな、だから好意を寄せられていた、賛美歌ってんだからいいんじゃないのみたいな、まんざら変じゃないよあいつらもみたいな扱いを受けていたっていうことなんですね。でここに詩編と賛歌と霊的な歌によりって出てくるんで、ちょっとこれは引っかかるところですね。これ一体何を表すんだろうかと。詩編と賛歌と霊的な歌、もうこういう表現は聖書のここにしかなくて、新改訳では詩と賛美と霊の歌と訳されておりましたけれども、この詩あるいは詩編というのは、旧約聖書の詩編を表す言葉なんですけれども、ただそれは単に旧約聖書の詩編だけじゃなくて旧約聖書に記されている歌全体を表していると思われます。これはユダヤ教のシナゴグで伝統的にその旧約聖書に出てくる歌を歌ってたんですね。ダビデの詩編であるとかソロモンの詩編であるとか、いろんなアサフの歌とかたくさんあるじゃないですか。もともとでもそれはどこで歌われてたんですか。神殿で歌われてたんですね。神殿で歌ってたものが、バビロン捕囚の時に神殿がなくなって、世界中に散らばったユダヤ人たちが神殿を思って集まりで歌い始めたんです。それが賛美ですね。で彼らの歌の中心は詩編だったわけです。賛歌というのは何かというと、これは英語のヒムという言葉の語源になっている言葉ですね。僕はこの語源を最終語源まで遡っておりませんけど、おそらくヘブライ語に遡るんじゃないかと思うのは、母音がないんですね。 HYMN って変わった単語ですよ。これ母音がないんです。全部子音なんですね。だからこれこの通り読むとですね、ヘンヘンみたいな、どう読んでいいかわからないんですよ。A とか O とか I とか E とか入ってないんですよ。ハインっていう、これヒムと読むんですけどね、英語ではね、でこれはおそらくここでパウロが言っているこの賛歌というのは、教会が誕生してそこで歌われるようになった賛美のことだと思います。旧約聖書の賛歌、新約聖書のたくさんの賛美がありますが、絶対に出てこない賛美があるんです。何だと思いますか。イエス・キリストを歌った賛美なんですね。当然ないわけですよ、旧約聖書には。イエス様はまだこの世に来られる前ですから。しかし教会が誕生した後はキリストを讃える歌が作られていった、みんなの中で歌われていくようになったわけですね。フィリピ書の2章の6節、神の住み姿でやられるのに、神の位を捨ててこの地を挑んでなったという、あのあたりはおそらく当時の賛美歌じゃないかと思われる。あるいはこの最初の今年の最初の頃にお話をしましたプロトコトコスというですね、
キリストの潜在を歌った歌とかですね、そういうようなものがたくさん作られていったようですね。それを表していると思います。最後に霊的な歌ってあるんですけれども、これはもう詩編でもないし教会で歌ってるものじゃなくて、もうその場で生まれてくるような、そういうこうより自由な、まあ、即興的な賛美もいいじゃないかと、あるいは聖霊の賜物によって生まれるような歌、そういうものもあるかもしれない。コリントに出てまいりますけれども、で要するにパウロは、まあ、どんな歌でもいいと言ってるんです。こうじゃなきゃいけないということはない。とにかく神様を褒めたたえる歌、もうあらゆるものを総動員して感謝を持って歌いなさい、そこにキリストは臨在されると言っているわけですが、ちょっとここでトリビアじゃないですけど、賛美の歴史をね振り返ってみても、今私たちの教会では、例えば今日の礼拝では最初にワーシップタイムなんて言ってますけども、割と最近の音楽ですよね、なんかロックみたいなとかジャズみたいなとかですね、フォーク調みたいなとかで、その後だいたい賛美歌を歌いますよね。ちょっと古い、時の間をも惜しみて君は我と語ろう、語ろうか来たろうかよく分かんない、君は我を放たずとか、それはまだいいですけど、その前の歌です、何ですかあれ、なんか解説書いてあったんですね、違和感む怒り、なんか祖は神よりのなんとか、とにかく解説付きでしたね、もう分かんなくなってね、ただおそらくこう最初のワーシップソングみたいのはもう私はちょっとついていけんという方がですね3分の1ぐらいいらっしゃると思うんですよ。リズムが早いしね、でも逆に若い人は賛美歌を歌っても意味がさっぱりわからないという人もいると思うんですけど、でそれはね教会の歴史ってずっとそういうことが起こってたみたいなんですね。まあ厳密に言うとそういうことが起こり始めたのはバッハ以降なんですけどね。それまではですね、教会で特にカトリック教会で歌われてた歌っていうのはグレゴリアンチャントという、グレゴリアンチャントそのものは7世紀8世紀ぐらいに発生してるんですけれども、単音でこう歌っていく、何とも言えん歌ですね。ちょっと、まあ、ご存知だと思いますけれども、こんな感じだっていうのを聞いていただきたいと思いますけど、こんな感じですね。チャントって言うんですけどね、ちゃんと歌えってそういうことじゃないですけども、これもう長い間おそらくで今でもね歌ってます。で、ヨーロッパの修道院なんか行くとこれ1日8時間歌うんです、ね、修行の一つなんです。である修道院で8時間を6時間にしたところ、修道士の体調が悪くなったそうです。これ本当の話です。でもこれはね、私これ大好きで聞いてるんですけど、聞けば聞くほどねお経に近いんですね。でこれラテン語でほとんど聖書の言葉なんです、だからまあ仏教でいうとこのお経ですね。これはお経って何時間もやるじゃないですか、あんな感じですね。でこのカトリック教会ではつい最近まで本当にこれだけ歌いなさいみたいなところだったんですけれども、だいぶ最近は変わってきていろんな歌も歌うようになりましたが、さっきも言いましたけれどもヨーロッパの修道院なんかだといまだにこれしか歌わない、ね。まあ、それ考えれば我々の 歌ってる歌ははるかに新しいですよね。でこういう歌から劇的にこう変化させていったのは実はマルチン・ルターだと言われてるんですね。マーチン・ルターという方は宗教改革をした人でね、まあ、プロテスタント、プロテストって抵抗するとか反逆って意味ですけども、その
カトリック教会に対して、いやあんたたちのやってることおかしい、免罪符なんて売ってるのおかしいと言ってですね、救いはこれは信仰によってなんだって言って、この宗教、まあ、そこからこうカトリックの教会から出て我々プロテスタント教会が生まれるんですけれども、一方でルターはですね、聖書を自分の国の言葉に訳したり、それから自分の国の言葉の賛美歌を作ったんですね。彼はね、歌集を出したりしてます。三上は白なりというですね、聖歌の202番ですかね。第一礼拝の時にこの最初の歌詞が出てこなかったんですけど、三上は白なり、盾なり、武器なり、武具なり、そうあたれぞや万軍の主なるっていうですね、これルターですよ。ありがとうございます。ルターで編曲がバッハなんですね。黄金コンビですね。バッハは10、まあ、ルターから約100年ぐらい後の、もう200年ぐらい後の人ですけれども、それまでそのいろんな音楽っていうものがあったんですが、それをこう数学的に、論理的に作り上げて、たくさんの音楽を作り出した人ですね。でもルターが作ったのはもう純粋に賛美歌です。あ、ごめんなさい、バッハが作ったものね。バッハは教会の音楽師ですから、彼は神様を賛美するためにあのたくさんの曲を作ったんですね。でもその後、まあ、だから彼は西洋音楽の父と呼ばれるんですけれども、もちろんモーツァルトもそうだったし、他のたくさんの西洋音楽の人たちもほとんど教会の音楽史でした。でもその後徐々にこう文化が教会から離れていくんですね。ルネッサンスってのはそういうものですけれども、神様から文化を人間が取るとか奪い取るというか引き剥がしたっていうのがルネッサンスですけれども、同時に音楽も教会からどんどん離れていって、教会じゃないところで音楽が広がっていき、また作られていきます、新しい音楽が。そんな中には例えばアメリカで、アメリカに渡った黒人たちが、アフリカの音楽を西洋の音楽と古典音楽と合わせて、ジャズを作ったりブルースを作ったりする、あるいは南アメリカに行った人たちが、なんだサンバを作ったりですね、いろんなそういう音楽を、まあ、だからどうも最近の音楽のルーツってアフリカなんですね。アフリカのリズムと西洋の音階がこう一つになっていろんな音楽ができる。でそういういろんな音楽がまた教会に戻ってきて、聖書の言葉が乗っかって、今日歌ったような音楽になってるわけです。だから逆輸入とここに書いてありますけれども、まず音楽は教会で生まれ、教会の外で育ったものがまた教会に戻ってきてるっていうような、そんな感じですね。ちょっと話が横にすれそれていきますけれども、音楽っていうのは本当に不思議なものですね。僕はもう前からそう思ってましたけども、最近特に音楽って不思議だなと思うようになりました。例えばハレルヤっていう言葉ね、ハレルヤっていうのは素晴らしいですけども、これをハレルヤってやるとですね、雰囲気が違いますよね。音にすると違いません？僕の歌がどうとかじゃないんですよ、甲子園、一生懸命応援してますけどね、あれ音楽がなかったらね、多分盛り上がらんと思いますよ。あれチャーンチャラチャラチャラチャッチャってですね、カット合わせチャッチャ、カープもそうですけどね、音楽っていうのはやっぱり人のこうなんていうか魂っていうかね、一番深いところに訴えますね。単にこの言葉があるだけではそこまで人間のこう魂の深くに響いてこないけれども、音楽がそれにこう乗る、音楽に乗ると何か特別な力を持つんですね。でそれは曲調とかリズムとかね、和音とかそういうものによっても違ってくるし、場面を作ったり集団を一つにしたり、音楽がまたね思い出しますよね。音楽でね、
音楽聴くとその頃のことがね、走馬灯のようにってよく言いますけれども、今大体あのお年寄りの方が老人ホームで歌ってるのは、唱歌ですよね。うさぎおいしかの山、今日歌う場面が多いですけれども、多分僕らが老人ホームに入った頃には歌わないと思いますよ、うん、僕らが老人ホームに入ったら何歌うかな。井上陽水とか、ビートルズとかですね、ミスチルとかですかね、ミスチルでは知らないと思いますけど、あるいはあのアナと雪の女王をね歌うかもしれないね、流行ってますねあの歌ね、なんであんなに流行ってるかなと思うんですけども、でもあれもそのこと単に言葉だけじゃなくて音楽があれにくっついてるのでね、あんなにものすごいこう人気になってる。でもこれは神がお作りになったものですよ、ね、考えれば考えるほどやっぱ神様のこれもプレゼントですよ ね、 ね、神は人間を楽しませる、人間を飽きさせない。これだけたくさんの人が曲を作っているのにまだ新しい曲が出てくるって不思議じゃないですか、ね、ドレミファソラシドしかないのにドレミファソラシドの組み合わせで毎年、まあ、その CD になるものだけでも何千何万ってあるんですね。そうかと思うと昔からのねバッハだベートーベンだ聞くわけですから、やっぱ神様のこの広さっていうかな、音楽の広さは神の広さだなとつくづく思いますね。でももちろんそれはその一番重要な目的は神を称えるためですよ、賛美とはね。そのことを表しているのはあのルカの一章のキリストの降誕の物語、天使は歌い、ね、マリアは歌い、ザカリアは歌う、賛美をもって神のその偉大なる巫女の降臨という大きな出来事を褒めたたえる。まさにこの賛美を歌うときにキリストがそこに臨在される。聖書の中心は賛美なんですね。聖書の真ん中に詩篇があるという意味じゃないですよ。実は聖書のメッセージっていうのはこれは賛美なんです。音楽が載ってないだけですが、これは全編賛美なんですね。神を称えてるんです。もちろんダビデはそのことを一番理解している人でしたから、彼の生涯は賛美で満ちておりました。幼い時から羊を飼いながら賛美を作りね、詩編の23編の多分前半は若い時に作ったかな、でも後半は年寄りの時に作ってるかもしれませんね。大きな失敗をした時にも歌いましたし、子供に裏切られて先立たれた時にも歌いましたね。賛美が彼の人生を支えた、賛美が彼の信仰の友だった。だからこそ大きな失敗をしたけれども神様の臨在が彼から離れなかったんだと思います。だから詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえるところに、そこにロゴストゥクリストゥが、キリストのロゴスが宿るんですね。あらゆる儀式において賛美が歌われました。吸い腰の祭りで歌われた。イエス様が、まあ、いわゆる最後の晩餐で、私たちはこれは聖餐をの儀式をお決めになった時と言っておりますけれども、本来はこれはユダヤ教の吸い腰の祭りですが、一同が食事をしている時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えてそれを裂いたと。ユダヤ教の儀式では必ず賛美があって何かをする、賛美があって何かをする、賛美とともに生活が行われるわけです。そして最後は一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。もちろんこれは吸い腰の祭りの最後が賛美で締めくられたという意味もありますけれども、これからオリーブ山に向かい、ゲッセマネの祈りをし、十字架に向かわれるイエス様のあの受難のための備えがね、賛美でなされたっていうふうにも取れますね。パウロとシラスが牢獄で賛美を歌ったのは有名な話です。ヘブライにはイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の
身を絶えず神に捧げましょう、賛美は捧げ物だと書いてありますね。賛美でキリストをもてなすんだと、私たちの心はイエス様を宿すような一流ホテルのような状態じゃありません。むしろゴミ屋敷ですから、ね、テレビでよく最近出ますけどね、ゴミ屋敷見てね笑ってちゃいけませんよ。あれ私たちの心なんですね。イエス様に住んでいただけるような状況じゃないんですよ。でも賛美を捧げるときにそこにキリストが住んでくださる、せめて居心地のいい状態にして差し上げるために私たちは賛美を捧げるわけです。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。教会に来て皆さん賛美歌歌ったりね、なんかいろんな歌歌ったりしますけれども、あれはですね、なんかまあ一応教会の式次第じゃない、ね、順番にやってるからやるんだと、ね、またなんか歌っとるなみたいなんですね。そうじゃないんです。キリストがここに宿ってくださるために私たちは心を合わせて賛美するんですね。では最後に皆さんで、あんまりこの歌を歌わないとですけども、一緒に賛美して終わりたいと思います。どうぞご起立ください。喜び歌おう、我らの救いの岩に感謝の歌で見前に進み、賛美をもって主に喜ぼう。主は手に勝って、主は大いなる神、大いなる王、主に向かって、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に感謝の歌で前に進み、賛美をもって主に喜ぼう。主は大いなる神、すべてに勝って、主は大いなる神、大いなる王、主は大いなる、主は大いなる神、すべてに勝って、主は大いなる神、大いなる王。祝祷します。仰ぎ乞い願わくは我らの主御子イエスキリストの数式恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。はい、では今日の礼拝を終わります。